ディラン・マシュー・バンディは、アメリカ合衆国オクラホマ州、オアッソ出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。3学年上の兄のボビーはかつて、ボルチモア・オリオールズ参加に所属した投手である。オアッソ高等学校最終学年時には、投手として11勝0敗、防御率0.25、71イニングで158、脱三振。 三類種として打率、467、11本類打、54打点を記録。ゲータレード年間最優秀選手、ベースボールアメリカ史の年間最優秀高校生、USA トゥデー紙の年間最優秀選手といった主要アワードを次々と受賞した。2011年の MLB ドラフトでは全米ナンバーワン高校生として、 ボルチモアオリオールズから全体4位指名を受けた。同年8月15日の交渉期限10分前に契約金400万ドルを含む総額622万5000ドルのメジャー契約で入団に合意した2012年、参加の A 級デルマーバ・ショアバーズでプロデビューし8試合30イニングで自責点0という完璧な成績を残した。 A 級フレデリック・キーズでも12試合で6勝3敗、防御率2.84と活躍し、7月にはオールスター・フューチャーズゲームに出場。8月14日には A 級ボーイベーソックスへ昇格し、9月23日のボストン・レッドソックス戦で19歳でのメジャーデビューを果たした。10代でのメジャーデビューは、 オリオールズの投手としては1967年のマイク・アダムソン以来45年ぶり。2013年は40人枠に入ったまま、マイナーオプションで a 級ボーイに所属したが4月4日に、故障者リストに入り、6月27日にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。2014年も40人枠に入ったまま、マイナーオプションで3月14日に a 級ボーイへ移動した。 7月3日に A 級フレデリックに移動したが、右後輩金通で故障者リストに入り、シーズン中の登板はなかった。2015年も右肩の石灰沈着性懸縁で、シーズンを棒に振った。8月26日、オリオールズは、ハンター・ハービーと共に9月から、教育リーグで登板すると発表した。2016年、4シーズンぶりにメジャーのマウンドに戻ってきた。 シーズン前半はロングリリーフとして22試合に、シーズン後半は先発で14試合に登板して、防御率4.02、復帰1シーズン目で2桁勝利の10勝6敗、ホイップ1.38、脱三振率8.5という成績を残した。2017年は、先発28試合と先発ローテーションに定着し、初めて規定投球回に到達。 防御率4.24ながらチームトップの13勝を挙げた。2018年は自身初めて開幕投手を務めた。2019年12月4日にアイザック・マットソン、ザック・ピーク、カイル・ブラディッシュ、カイル・ブルノビッチとのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。2020年7月25日のオークランド・アスレチックス戦でエンゼルスの選手として初登板を記録した。 6回と2、3回を投げ、7奪三振を記録し1失点だった。8月6日のシアトルマリナーズ戦では、自身3度目の完投を記録した。10奪三振で許したのも4安打1失点だった。年間では、65回と2、3回を投げ6勝3敗で、防御率3.29を残し72奪三振と、キャリアハイの成績を記録した。サイアング賞投票では9位だった。 2021年4月1日のホワイトソックスとの開幕戦で3年ぶりに止め、エンゼル水石後発の開幕投手を務めた。6月まで先発を務めていたが14試合で1勝7敗、防御率6.78と大部長でブルペンに回った。6月28日のニューヨークヤンキース戦では1.2回を投げた後熱中症の影響でマウンド上で大都市交代した。 MLB では最速97.9マイルパワー、平均93から94マイルパーワーのフォーシームと平均84マイルパーワーのチェンジアップ、平均76マイルパーワーのカーブ、スライダーを使用する。将来のエース候補として期待される速球派右腕で高校時代には最速100マイルパーワーを記録している。その他の球種ではカッター、 カーブの評価が高く、チェンジアップも平均以上の質を誇る。プロ入り後、肘の故障から休息が落ちた。ありがとうございます。